Thank you.
様、どうもお待たせいたしました。いきなりですが、ハーチャンネル生配信を始めさせていただいております。はい。ですね、先ほどTBS の YouTube とか Twitter とか生配信をドラマの解禁ということでやらせていただいたんですけど、ついに情報解禁しました。こちら、聞かざる声には理由があって、TBS の4月火曜ドラマになります。で、キャスト発表の今、生配信をやらせていただいてました。横浜流星さんと一緒に先やらせていただいたんですけども、この後、横浜市が、ハーチャンネルの方に来てくれますので、もうしばしお待ちください。先に私だけ来ちゃいました。先ほどもね、たくさんの方が見てくださって、あ、大丈夫かな、聞こえてたりしますかね。ちゃんと音声とか途切れたりしてないですか、ハーチャンネル。たくさん、見てくださってありがとうございます。ずっとキャストの発表を控えてて、なんかこうヒント画像とかを公式のアカウントに載せてたりとかで、今日までこういう生配信とかも告知ができずにいたので、やっと皆さんに、発表できて嬉しいです。ありがとうございます。聞こえてます？あ、大丈夫ですね。私もこうコメントを拾ってますので、何か質問とか聞きたいことがあったら、めっちゃ早く流れてるんだけど、たくさん見てくださってるから全然コメントしてみてください。あ、いらっしゃいましたね。来ますね、横浜市。どうぞ。いらっしゃいませ。こちらお邪魔します。お邪魔します。横浜流星さん、いらっしゃいましたよ。ハーチャン、私のチャンネルで、ハーチャンネルという YouTube チャンネルをですね、1年ぐらいやらせてもらってて、はい、今生配信始まっております。はい、皆さん、はじめまして。すいません。やったやった、みんな、はい、みんな横浜流星だよ、やった、ありがとうございます。やったやった、いらっしゃい。ね、先ほどね、はい、番組のアカウント、そして YouTube の方で、はい、キャスト、発表の生配信をさせていただいたんですけど、はい、どうでした、生配信初めてじゃん、初めてだったからすごくドキドキしたし、じらすじゃんと思わなかった？すごいじらすなと思って、ね、でもみんな、うん、横浜くんじゃない、春菜ちゃんじゃないみたいな風に、うん、みんなすごくもうね、なぜだか分かってくださって、そうですね、嬉しい。いや、嬉しいです、うん、はい、で、せっかくなんでね、はい、そのままの流れでこのハーチャンネルの方に来ていただけないかなとご相談したら来てくれました、はい、いつでも行きますよ。ちなみに YouTube とかって見たりします？ YouTube よく見ますよ。何見る？え、なんか好きな YouTuber とか。ああ、でも格闘技をが好きだから、もう格闘技の試合とか、そういうので見て、いや、もちろんハーチャンネルも見てる。マジ？うん、ヒカキンさんのやつとかも見たし。嬉しい、やった。つい昨日か、昨日なんかぼっちの実を見た。やったぜ、うん、見てますよ、見てますよ。嬉しい、もちろん頑張っちゃう。でね、今日 ね、辛いものお好きですか？辛いもの好きです。せっかくね、なんかハーチャンネル来てくれるから、はい、ちょっと私辛いものすごい好きで、はい、以前この YouTube でも、うん、アラビアータパスタ、うん、辛いアラビアータを食べに行ったんだよね、うんうんうん、だから買ってきちゃった。いや、それは嬉しい。いい、うん、嬉しい。出来たてかな。出来たてしかも、いや、もう嬉しい、はい、どうだろう、あんまりね、辛くてどこだったっけ、高い、はい、だからこれ、お、美味しそう。食べながら、うん、もうゆるく喋っちゃおう。ゆるく。めっちゃ美味しそう。これ全部唐辛子、あ、ニンニクと唐辛子が入っておりました。あ、おしぼり先生。あ、こちらから、下から。あ、ありがとうございます。おしぼり先生。ありがとうございます。ちょっと食べてみてください。ちょっと食べてみますね。今回ね、はい、横浜市は料理人の役だから。はい、そう。そうなんです。結構大変なんだって。大変っすよ。この間料理の専門学校に行って。そうなの？やってきて。あらららら、切り方やらない、なんやら。そう、一からやってます。結構そういう描写っていうかシーンも多いもんね。多いから、とにかくちゃんとこう
料理人としてこう説得力をちゃんと持たせないといけないなっていうのはあるんで、うん、あ、そっか、うん、あのこのここから見てくれてる方もいらっしゃると思うんで、はい、簡単に、はい、役柄、そうですね、あの僕はあのあ、はい、聞かざる恋には理由があってという、聞かざる恋には理由があってというタイトル、ちょっと長めのタイトルですが、はい、TBS4 月から火曜10時で、はい、10時ですね、やっております、はい、やってます。そして私はマジ、はい、マジバクルミという、はい、まあ、インフルエンサー、そしてインテリアショップの広報としてバリバリ働き、バリバリ SNS を更新する役柄で、こう、はい、本当自分を聞かざることで、あのなんか自分のなんだろうな、存在価値というか居場所を作っているような女性です、うん、はい、僕はもう対照的に、うん、もう自由すぎるほど、うん、あの周りの目を気にしない自由人だ、自由人だ、ミニマリストを演じてます。この2人が、はい、いても似つかないようなこの2人がですね、はい、同居というかシェアハウス、ルームシェアをして、はい、なんかねキュンキュン、うん、まあラブコメですから、はい、そうっす、内キュン、内キュンホームドラマ的な感じで恥ずかしい恥ずかしい、内キュンですから、もうこれ以上言えない、もう言えないです、もうだから見てください、食べちゃう、はい、いただきます。いただきちゃう。いただきます。ちょっと伸びてるね。ごめんなさい、ね。そうだね。いや、でも。大丈夫、うん、いただいちゃう。いただいちゃう。いただいちゃう。ちょっとカッ。ちょっと伸びてるね。ごめんなさいね。いや、もう全然全然。いや、もう嬉しい。手作り感満載の YouTube ですいません。いただきます。いただきます。うん。あ、あったかい。おいしい。うん。うん、いい辛さ。辛いね、辛いのは好き、うん、辛いの大好きなんで、あ、うまい、うまいよね、うん、これはうまいっす、はい、あ、なんかコメント皆さん質問やら何やら、あの早くすぎて、うん、昼ご飯食べてなかったからちょうどいい、よかった、うん、質問が、はい、流星氏に質問があったらこんな機会ないからみんな聞いちゃって、よし、役所は何ですか、ドラマのタイトルですかね、こちら聞かざる声で、はい、お願いします、それ以上は短縮しないで、もう聞かざる声には理由があってと言ってほしいけど、そうなん、長いなと思ったら聞かざる声で、聞かざる声でお願いします、そうですね、それ以上はもう本当にやめてください。年の差はという質問ですけど、私26歳、そして24歳ですね、はい、3年前は、はい、あのアマゾンプライムの白と黄色っていう、はい、ドラマでご一緒したんですけど、あれから3年経って、なんかこんなにがっつりね、またご一緒できるのが私すごい嬉しいんですけど、当時のことを覚えてたりする？覚えてますよ、うん、真っ黒だったよね、てか真っ黒にさせられてたんだよね、そうそう、真っ黒にされてましたね、特殊なあれでね、うん、こうなんていうの、茅ヶ崎の方に住んでる、うん、学生からのこう、はい、サクセスストーリーみたいな感じで、うん、最初は結構日に当たって黒いっていう役で、二人とも真っ黒だったね、確かに黒かった、この間なんか家で久々に見返してたら、うん、すごい二人とも黒くて若かった、やっぱり3年も経つと、3年って長いし、20代前半からの3年って結構大事だなって、いろんな部分が変わっていくじゃない、良くも良くも悪くも、良くも良くも悪くも、確かに、でも当時からでも大人っぽいなって思ってましたよ、うん、いやいや、若いですよ、思ってましたね。あ、辛さどうです、いけます、全然すごい美味しくいただけるから、スタンダード増してないんだ、やばい、うまい、何聞いておこうかな、ちょっと根掘り葉掘り、あ、せっかく来ていただいたんだけど、はい、何でも、あ、そう、はい、あのさ、ニコラのさ、メンズモデルやってたんだよね、はい、私デビューがそもそもニコラっていう禁止の、うん、あ、禁止？ティーン雑誌のモデルからだったんですけど、あのニコラにはメンズモデルっていうのがいて、はいはい、メンズ、ニコラのメンズモデルやってたんで、うん、はい、多分うちら世代でニコラを見てくれてる方は、はい、一応ね、
でもちょっとだけだと期間的には。いやでも割と長くやってて、うんうん、連載とかもやらせてもらってたから、うん、でも被ってないんだよねここね。そうそうなんす。私が卒業したぐらいに多分出てたのかな、うんうん、多分そう。だからなんかその原点、私はニコラが原点だからすごくなんか嬉しいと思って、意外というか。そう、ニコラの先輩です。それはね、何年前、高校生とかだって俺高2とかだったんで、高1高2とか2011年とかでしたね、うんうん、そうよ、ニコラ懐かしいって見てたよって。ほんとだ、ニコラ、ニコラ運動会とかやりませんでした？やったやった、懐かしい。大変なんだよねあれね。大変めっちゃ、うん、今ねお忙しいと思うんですけど、休みの日はあるのかしら？あ、ありますよ。何やってるの普段？まあ本当次の作品の台本とか読んだり、うん、ドラマ映画見たり、うんうん、あとは、うん、壁を見てたりとか。壁？うん、おっと、壁。壁。なるほど。一回やってみて。あ、いいや。インドア。外に出かけるタイプじゃない。うん。なるほどね。うん、積極的に外にあんまり出ない。でもさ、空手とかやってたしさ、結構さ、何スポーツ万能っていうか、うんうん、体育会系みたいなやっぱイメージがあるんだけど、はいはい、スポーツその趣味でなんかこうやってないの今。あ、たまにキックボクシングとかやったりとか、うん、あと家に懸垂バーがあるんで。それでもとにかくジムとか行かずにもうスイバーでどうにかして。キック私もやってるんですよ実は。はいはいはい。あの最近サボってるけど本当にハマって行ってた時は週5週6ぐらいで結構本格的に行ってた。楽しいですよね。インドアなんだね。インドアっすね基本的には。で壁を見てるっていうのはどういうこと？ちょっとあの変だなと思われるけどやってみてほしい。なんかこういろいろと大丈夫大丈夫なんかちょっとこういろいろと考えすぎるとそれを無にしたくなるときありません？あ、なんか目、なんていうの？そう、瞑想みたいな、精神統一瞑想みたいな感じで、壁を見て、うん、あ、私火だわ。あ、そう、それが俺が壁になってるだけで。なるほどね。私はろうそくの火とか、おしゃれ、こう、キャンプファイヤーとか焚き火、とにかく火を見ると人ってなんかこう落ち着くっていうか、わかんないけど、そういう感じが特にしてて。それ。壁なんだ。え、どんな壁でもいい。家の壁じゃなくてもいい。家の壁でも、もう、これでもいいし、もう何でも OK。どんぐらいの時間？いや、本当に冗談抜きで、朝から夜までの時は。マジで？その時は、まあ、さすがにちょっと時間無駄にしたなっていうのは。心配よ、なんか。あったけど。なんかあったら言ってね。言います、何でも。でも、それが結構集中力高める行為でもあったりするんだよね。うん、なんか本当にその作品をやって次の作品までに時間があんまないって時とか、ちょっと この今の役を抜かないとみたいな時に無になって、うんうんうん、え、逆にさ仲いいさその友達とかさ、うん、この業界の人とかで仲良くて飲み行ったりご飯行ったりってする関係性の人もいるの？うん、同い年のジャニーズの平野翔っていうことは、うん、あの映画で共演してで以来、うん、ちょくちょく連絡取ってて、ついこの間ご飯食べに行ったりとかして、まあ、自粛期間中とかも電話したりとか、うん、まあなんかこの期間が収まってご飯また食べに行きたいねみたいなのとかですかね。でもあんま俺いなくて、中学高校の同級生と遊ぶみたいなのが多い。うんうんうん、そっか、はい、私はいないなと思って。なんだろう。あ、私に質問パターン。横浜市。なんかあります。え、なんだろう。もうさ、うん、もうすぐ撮影始まるんじゃない？うん、始まったらさ、結構やっぱここの二人はさ、うん、一緒に汗かいてるね。暑いもん。ちょっと暑いな。うん、はい。二人で。はい。ここはほら切っても切れない関係性だとこれからなっていくと思うんですけど、うん、だからさ、すごい人見知りなんですよ私は。で結構猫かぶってるのね今。おそうで借りてきた猫みたいになってる、はい、それどの現場でもそうなんだけど、はい、だから
その気にしないでっていうか気を使わないでほしい。あ、だから、はい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 、楽しく何でも言いたいこと言い合える感じになれたらいいななんて思ってます。そうっすね。あ、じゃあちょっともういいですか。こっちも気使わないし、やっぱほら一緒にいいもの作りたいなって思うから気にしないでください。ありがとうございます。いや、それを聞けて嬉しかった。どう接していけばいいかなっていうのはちょっとあったから。そうよね、やっぱりね。いや、全然。それ言ってくれて嬉しかった。お前それどうなのっていうのも言ってもらって、全然。じゃあ言います。お願いします。言ってください。そうそう。うん、だからね。そうですね。やっちゃいましょう。はい、やっちゃいましょう。お時間？早い。いやいや、まだ食べれてないぞ。15分ぐらい経った。あ、もう。マジ？こんな感じです。皆さん、これね、アーカイブにも残させていただくので、見逃した方もう一回見てください。お願いします。はい、ではもう食べながらもう忙しい時間でしたけれども、ぜひ皆さん、4月スタート TBS 火曜10時、聞かざる恋には理由があって、ぜひご覧ください。番組の、インスタグラムのアカウントとかも今できてるので、はい、ぜひ調べて、フォロー、そしてコメントなどいただけたら嬉しく思いますので、します飾る声には理由があって、よろしくお願いいたします。お願いします。見てくれた皆様、そしてゆうせいさん、ありがとうございます、はい、いやいや、ありがとうございます。それではさようなら、バイバイ、知らないよ。